肩に乗せたいというところ、今審判団先頭に両チームの選手が登場となりました。お互い本来の役割という部分では違いますが、ただセットプレーなど、さらには流れの中でこの2人の活躍、どのようにこのゲーム光るか。まずは鹿児島ボールで前半キックオフとなっています。近いところ、中にふわっと浮かせてヘディング、競り合い、もう一度競り合い、ゴール前、足元落として川崎、見事なミドルを決めていきました。さぬき先生、何度も立ち上がりから果敢にゴールを狙っていきましたが、いました、このシーン。森本落として、そして森からのボール、距離のあるところ、大内も懸命に手を伸ばしていきましたが、見事にこの川崎のミドルシュート。ここしかないというところ、決めた瞬間自信としてもどうだと。いずれも同じ右サイドからのコーナーキックです。内から中央、競り合い、決まった、追加点、さぬき2対0とします。最後はゴール前ちょっと競り合う格好となりましたけれども、は決めていった。鳥取戦での見事な2ゴール、そしてその再現がこのシーンで生まれました。星から縦に出す川辺、手前側には有田もいるが、川辺がここはドリブル、持ち込む、中に放り込む、ルーズになった、後ろからキーパー正面、よく止めた、高橋。前半、川崎の先制ゴール、そして後半に入っては奥田のヘディングシュートがありました、そしてミドル、ここも触ったか、高橋。鹿児島、果敢にゴールを狙って、後のここはシュート、左足、高橋、ただここもギリギリ、有田が近いところ。キーパーパンチング、ゴール前、体を使ってミドルシュート、これも守った、まだある、さつかわ、いやー、しのいだ。さあ鹿児島、時間動かないところですが、ここで試合終了のホイッスル。見事、讃岐は4シーズンぶりの開幕ホーム3連勝を飾りました。